はい、戸隠育ち農園です。今回もですね、戸隠育ち農園の畑一周で、ナスとちょっとキュウリですかね、ご案内したいと思います。で、これ遠目にですね、もうナスの畝、5畝ぐらい、5個ぐらいですね、畝があるんですけど、これ上からざっと見ていただくとだいぶ回復しているように見えないですかね。8月、上旬、4月の下旬ぐらいですかね。一斉にですね、切り戻しとか更新剪定を行いまして、新たな芽、新芽とかがですね、伸びて、で、そこの芽がですね、長雨とかもありましたが、だいぶ耐えていて、緑になってきました。で、元気になってきて、収穫量がですね、結構、いいんですよね、ナスが。ちょっとナスじゃあまず回ってみましょうか。ここがですね、白ナスゾーンですね。で、白ナスは正直ちょっと、あんまり切り戻しはしてないというか、そんなに戻してないっていう感じではあるんですけど、たまにここに跡がありますね。ここ、もともとは伸びていたところ、ちょきんと切って、脇芽がこう新しく伸びて、出てきてます。ここでもちょっと出ちゃってますけども、こういった感じで実がついてる。こんな感じで、ちょっとわずかにですね、芯を止めてるぐらい。どれぐらいですかね、3分の1ぐらい止めてるか止めてないか。これもやっぱ止めてますね。止めて、下の脇芽からぐっとまた新しい芽が伸びてきてます。でもやっぱりそこも半身中出てるので、切り戻し具合がちょっと、浅いのかなっていう感じはちょっとありますね。ただ白ナス、できてはいるんですけど、あんまり大きいのはちょっともう難しくなっちゃってるかなっていうのがあって。で、ほとんど何もしていない、切り戻しとか何もしなかったグリルでイタリアという品種があるんですが、もうこれは枯れの状態というか、上までこう来ちゃってるところとかですね。で、ここは元気だけど、この横の枝は、という状態とかですね。あんまりしっかり切り戻さなかったのはこの株ぐらいですかね。なかなか、厳しいです。ちょっとでも切り戻せばですね、かなり、元気にはなりますね。非常にいい白ナス今ちょうど見つけたんですけど、でかい、15センチぐらいありますね。でかいですね。だいぶ復活しましたね。こちらがですね、水ナスとかで、こちら長ナスなんですけども、こんな感じ。ちょっとこれも傷はついちゃってますが、いいですね。いいな。もちろんですね、ちょっと良くない株も、あるはあるんですけどね。こうやって切っても、もう新芽自体がちょっと、すでに病気とか、うどんこ病、白っぽくなってますね。少しは出てます。ですが、半身長病でちょっと一面、大変なような状態だったのと比べるとですね、いいのかなと。こういうのとか分かりやすいかなって感じなんですけど、ここで芯を止めました。これも、軽い切り戻しぐらい、大体株の3分の1未満ぐらいですかね。3分の1ぐらいのところをバシッと切って、脇芽から今こう伸びてるんですが、それまで伸びていた葉っぱのところ、切り戻すより下の葉っぱですねっていうのはもうボロボロです。虫に食べられたり、半身中部出たりしている葉っぱですけども、この新しく出たところは、食べられてたりもありますけど、かなり緑色が戻ってきましたね。いいですね、ナス。いやでも結構今、そうですね、いろんな
うちの方の直売所を見てもナスは結構皆さん出てますね。この辺ちょっと小さくて、あー危ないなと思ってたんですが、まだ耐えてるんですけど、でもちょっと、暑い時結構たらんとしてたんですが、今見ると意外と元気ですね。いいですね、長ナス、水ナス。切り戻したり、まあ強剪定、そうですね、ちょっとこの辺りは強剪定がちょっと多いかなという。強剪定っていうのは、全体の株の大きさの半分よりもっと切るか、半分ぐらいまで切っちゃうってことですね。高さとしてはですね、この目安はうちのフラワーネットぐらいなんですけど、まあ50センチぐらいですかね。もうこの高さにギリギリところでこうやってパシッと止めてあります。こことかもそうですね、まあ、この高さでもとりあえずどれだけ成長しててもバシッと切る、ことによって、こういった、まあ、芽が出る、まあ、ちょっと強めに剪定してるので強剪定、まあ、3分の1ぐらいだったら、まあ、切り戻しぐらいかなっていうぐらい、ちょっと戻してあげて他の脇芽からという感じなんですが、まあ丸ナスゾーンですね、右側が。まあやっぱりうどんこも出てはいたりしますが、それでもかなり緑が違いますね。これ切り戻してなかったとしたら多分もう終わっちゃってるのかなっていうところなんですけど、いいですね。まあまさに秋ナスの時期になってまして、見事なツヤのある丸ナス、いいですね。まあ、丸ナスはまあ長野の、まあ文化的に古くからですね、作られているものですね。ちょっと漬物にもいいとかですね、そういったのがあるようですが、うちだと普通に漬物じゃなくて、まあナスと炒めて、郷土料理のおやきっていうのが長野県ありますけども、そういったので。丸ナスが使われたりとかですね、多いかなっていうところです。ということでですね、ちょっとナスざっと、ナスこれざっと言ってみましたけども、だいぶ、今のところですね、回復したなっていう感じです。更新剪定と、まあ、切り戻し、両方をですね、ちょっとやっています。まあ、3分の1程度切るのが切り戻し。半分ぐらい。まあ、ざっくり言えばこのフラワーネットのまあ50センチぐらいのところまでですかね、一気に切っちゃう。1メートルぐらいの木だったら50センチぐらいにまで切るので、まあ半分ぐらい、強剪定ぐらいって感じ。1メートルの木で30センチぐらいなら、切り戻しという、勝手にちょっと、それぐらいの基準でやってますけども、まあどちらにしても、まあ、いけてるかなっていう感じですね。まあ強剪定したとしても、結構収穫もできるぐらいになってますし、まあ切り戻しでももちろん切り戻しの方がですねちょっと早いのかなと思いきや、意外と切り戻しも強剪定もそんなに差がちょっとないのかなって今のところ思います。こういう感じですね。ここのいわゆる主軸3本仕立てのうちの1本の、まあ、一番芯となるところを止めて、その下ですね、それまでの原葉っぱなんですが、もうボロボロですけども、まあ、この脇芽からですねこういった新芽出て、でもう実がついてると、いう感じです。なんでどうなんですかね、戻すのは正直どっちでも3分の1程度でも半分程度でもいいので、切った方がまともだったのかなと。で切らなかったこの株がですねちょっと全般的に上の方までまあ、枯れてしまったりとかそういうのがあるので、ちょっとでも切っとけば、剪定しておけばちょっと持ちが違うのかなっていう感じもします。ただこの、切らなかったものですね、剪定しなかったものも下の脇芽から出てる葉っぱは非常に元気ですので、ちょっともう結局どうしたらいいんだろうぐらいなんですが、ちょっとでも
軽くでも戻しておけばなんか違うのかなって感じはしますね。全般的に半身中病出てたんですが、ほぼ回復してるというか、新しく切り戻した部分の新芽についてはかなり元気になりました。やっぱりこう更新剪定とか切り戻しがかなり重要なのかなっていうのはやっぱり感じますね。半身一部回復の実践編とかですね、いろいろやっても見てますが、なかなかいろんな、お話をですねいただけて面白いですね。かなり勉強になってます。はい、そしてキュウリ畑です。まあ、キュウリ豊穣ですかね。だいぶ一面枯れてたんですけど撤去して、で自培キュウリなんですけど、そのままこの網に這わせる感じでキュウリを栽培しています。この畝の中、このマルチの中はですね、もうそのまま、病気が出たままの状態で使用しておりますので、まあ活斑病ですかね、それはもうちょっとポツポツいるぐらいなんですけど、これがなんかすごい早めにちょっと病気が、出てはいたんですが、なんとか持ちこたえてこうキュウリですね収穫できればと思うんですが、ちょっと発生が早いですね。長雨がかなり厳しかったかなっていうのが苗の状態の時ですね、思いますが、もうこういった赤ちゃんですね、キュウリのちっちゃいのが 1,2,3 とどんどんついてます。いいですね。これだけついてくれればなんとか収穫、できるかなというとこですね。ざっとこんな感じ、ざーっと今上に伸ばしてる状態です。こちらですね、八丁キュウリというですね、長野県の須坂市の、伝統野菜、固定種と言われる、まあ、固定の、まあ、種、伝統の野菜ですね。これだけがですね、なんか元気で、取れてますね。はい。ちょっと太めの、香川、石川県の香川太きゅうりというですね、伝統野菜にちょっと似てる感じですけれども、まあ、そこもよりはちょっと青臭さがないという感じですね。きゅうりなんですが、なぜかこれだけ非常に生きて、まだちょっと残ってる。他のはですね、やっぱりちょっと枯れきてるんですが、なぜか、八丁キュウリだけちょっと元気という感じです。どうですかね、考えられるとしたらこの上幅ですね、ちょっと草になってます。そのさらに上はですね、結構高台というかですね、まあ、水がこう入ってくる中で比較的その水の被害とかが少なかったか、まあ、土壌のですね、土壌内の菌が少なかったか、何か理由があるかと思うんですけど、ちょっとこの、八丁キュウリだけ元気っていう感じですね。いやー、まあ長雨ですっかりと枯れてしまったキュウリ畑ですが、新しいの植えたのでちょっとどうなるか、楽しみです。まあ、ざっとこんな感じなんですけれども、ナス畑ですね。まあ、ちょっとこの見ていただくと、ここ指差したところの下と上でですね、このナスの木、下はですね、半身中病出ていた時の葉っぱで、上がですね新芽という感じで、ちょっと色がですね変わってるのはちょっとなんとなく分かっていただけると思うんですが、まあ、新しい葉っぱ出るとこう元気になっている。これはまあ不思議ですよね。やっぱり株を休ませることにはなるので、切り戻しとか更新剪定するとですね、そこに何か要因があるのではという感じはしますけど、まあ、ひとまずすごい良かったかなっていう。結構ナス取れてます。こんな感じですね。終わりたいと思います。今回はですね、戸隠育ち農園の畑一周、まあ、続きになりますけれども、ナスとキュウリですね、お届けいたしました。他の野菜はですね、ちょっと、もう大体、雨で終わってしまったりとか時期的に終わったものがあるので、今メインはそこら辺ですかね。今回お届けしたものがまあメインになってますが、ひとまずですね、
長雨は耐えてくれましたという報告の、動画になります。今回の動画ですね、いいと思っていただけた方は高評価ボタンもよろしければチャンネル登録お願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。